どうもおはようございます。今日はねちょっとすっかり、もうお昼過ぎてしまいましたけども、おはようございますっていう時間じゃないですけど、今日もちょっと仕事先でちょっと腹筋ローラーがなく、ちょっと宿泊もしてひげも剃ってない状態で申し訳ありませんが、腕立てをしながらおすすめの映画をね紹介したいと思います。はい、で今日ご紹介する映画はこちら、死霊の滴り、ゾンバイオ死霊の滴りですね。はい、これもほんと最高の映画ですよ。はい、よいしょ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 、もうちょっとこうかな。はいはい、スチュアート・ゴードン監督の、まあ、映画ですね。これ見たの高校生の時かな。これもほんとね、小さい映画館で見ましたけどね、ほんと最高でしたね。中洲の映画館で見ました。もう大満足でした。もうほんとに胸が躍りましたね。なんつうかな、まあ、ゾンビ映画っちゃゾンビ映画なんですけども、なんかねこうキャラ立ちがすごいんですよね。ですごくねこうもう全編通してパワフル、ユーモアも含めてもうとにかく全編パワフルなんです。ゾンビもパワフル、もうねエネルギーに満ち溢れてるんですよね。もう最初から最後までもうエネルギーに満ち溢れたこのゾンビ映画、かつまあラブクラフト原作でもあるっていうですね、もうなんかある意味ねちょっと格調高い感じのラブクラフトものをですね、スチュアート・ゴードンは本当にねこう非常に何て言うかね、市民の映画というかですね、ちょっと汚しちゃうぐらいのねエログロのね作品にねたくさん仕上げてますけども、まあ、ゾンバイオ死霊の滴り、まあ、最初のシャート・ゴードン監督の映画なんですかね。まあ、これ、腕立てもせずにずっと紹介しちゃってた。まあ、いいや。まあ、とにかくね、最高なんですよ。はい。もう最初にして最高傑作じゃないですか。ゾンバイオ死霊の滴り、シャート・ゴードン監督のね。はい。こちらを、おすすめしながら腕立てしたいと思います。まあ、まずね、非常に、まあ、女性の裸も登場してね、エロティックです。スチュアート・ゴードン監督の映画はエロい。エロいけどね、なんていうんですかね。なんていうんですかね。その、エロさの質がね、なんか好きなエロさですね。はい。で、女性のキャラクターも、なんていうんですかね。決して、こう、負けてないというかね。そういうとこも好きですし、あとこれはやっぱりね、生首になるね先生も最高ですし、そしてマッドサイエンティストのね博士を演じる役者さんももう最高です。みんながエネルギッシュですね。もうダメだ。とにかくみんながエネルギッシュ、エネルギーに満ち溢れたね、ゾンビ映画、ゾンバイオ死霊の滴り、もう滴るっつうかね、もう弾け飛んでますね。死霊が弾け飛んでるぐらいの勢いのある、映画です。ルイアニメーターですね、現代は。はい、こちら、まあ、こういう映画好きな方には本当にね、もうエンターテインメントとしても本当に素晴らしいので、おすすめです。それではまた。